わしらな、汚ねえしのぎなんぞする気ないんですわ。東条会には東条会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、東条会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、きれいごと抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やぞ、シートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する、実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが五代目が進めてこられている東条会改革です。結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと、てめえこの野郎。おいペイてみろ。お静かに願いたい。よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。五代目、今日はどういう案件です。また例の東条会改革ですか。そう、その続きの話です。現在空席になっている若頭を決めたいと思うとります。若頭、どうやって決めるんで。どうするんだ、誰がなるんだ。若頭は東条会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが戸様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている東条会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール？ルール？どうやって決めんだ。東条会改革は結果を残せる人材を積極登用する施策、結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長を東条会の次期若頭に任命します。それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい、それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから東条会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と植松さんの植松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね、この結果に基づくと1位は植松組、
つまり次期若頭は植松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い下着に手染めとるからやないか。東上界にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は植松組の植松さんということで。うん。ん？あんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあんな金。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくてな。金貸した時の担保にカムロ町近くの空き地をちーっとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきてな。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや。人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり東上界舐めとると飼い犬に手噛まれるで。五代目どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。あ、何や、座り心地あんまり変わらんな。おい。
どうなっちゃうんでしょうね、東城会は。あ？いや、その東城会改革とか言ってましたけど、何でもかんでも金で判断するっていうのはどうなんすかね。上松さんとか飯渕さんとか信頼できると思います？新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね、すいません。ま、東条会の五代目は寺田や。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんがの。俺もそう思います。だから東条会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか？当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれるはずないやろうが。寺田は側近の上松を若頭にしたいんやろ。東条会改革も結局は自分に都合のいいやつを幹部に揃えるための口実や。出来レースってことですか？ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかりや。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとないわ。無駄口叩いとるんでさっさと車飛ばさんかい。あ、はい。何やお前ら。ひょっとして上松組のもんか。手回しが早いやないか。でかかってこいや。そんなことより、あんた自分の組の心配をした方がいいぜ。組の心配？どういうことや。事務所に急ぐで。
つまらんやつらや。Don't think I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh.